秀吉を殿だったとは流行りすぎたようだ徳川が家臣服部半蔵にござるここはまだ敵地我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ時は稼げたまずはこの場を離れようぞ我ら忍玉と同じ気配がするの新人より生まれ人に寄り添う我ら忍玉そして怨念より生まれ 人を喰らう新玉この二つの均衡をなくしては世にある全ての誠意は成り立たぬ長き戦乱で怨念が募り新玉ばかりが勢いを増しておるこのままでは均衡は崩れてしまう 天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい案ずるなわしがついてやろう気に入られたか続きはかけながら話そう
信長が死ぬ、織田家は大混乱じゃ。そこから頭角を現したのが霊石を独り占めした藤吉郎。勝家は静ヶ岳で藤吉郎に敗れ、ここ北の庄城に立てこもっておる。 Thank you.
兄弟じゃ、信長と似た気を感じるの。どうやらお市は勝家と共に天守に逃げ込んだようじゃ。急ぐのじゃ。
秀吉の兵を一人でも多く道連れにするのだ。
Thank you.
主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。悪い奴だとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえだろ。主のために負け